どうもこんにちは。相変わらず可愛いことで有名な徳島現代史協会のしずはちゃんです。さて、今回はですね、こちら、ペヤングの激辛焼きそば、お茶漬けマヨネーズ付きっていうのがね、ついてるんですよ。さあ、これをレビューさせていただこうということなんですが、どんなもんでしょうね。味そのものは前の激辛焼きそばと同じなんでしょうか。まあ一応ですね、半分このマヨネーズを使わずに食べてみて、残り半分をマヨネーズをかけて実際に食べてみると、まあこのような方法をとってみますね。実際どんな味なんでしょうか。それでは、作ってみます。さて、湯切りも済ませてきましたんで、今から作っていきまーす。激辛焼きそばね、前の動画を作ってから結局4つ食べたんですよ。でもそれ以降ね、徳島じゃ手に入らないんですね、これが。そもそもペヤングって徳島じゃあんまり売ってなくてね。まあいいんだけどね。さて、とりあえずソースの感じなんですが、やっぱり前回と変わらないみたいですね。結構ドロドロとしたね、赤いソースではあります。はいはい、メールが届きましたよ。香りもね、やっぱり、前と同じなのかな。辛そうな匂いはしてますけれどもね。さて、ちょっとこれで写真撮影しておきますね。これこれ。ちなみに、今、カメラ故障中なんです。修理に出してます。難儀なもんです。はいよ。じゃあ、いただいていきますね。はい、いただきます。まず、マヨネーズ出して、半分ぐらい食べていきます。前記憶に残ってる激辛焼きそばの体の感覚とちょっと違うのかな。今ね、結構強く辛さを感じてるんですよ。でも結構美味しいですね、やっぱりこれは。やっぱりね、食べてすぐね、辛さが口の中にポワッと広がりますね。で、この感触が気持ちがいいです。一般的なね、ソースの味っていうのは、感じることが今日はできないですね。体調のせいかな。でもまあ、いわゆる激辛焼きそばっていう系統の中では、やはりこれが一番味のバランスがいいですね。辛さと味のバランスの方が。さてまあ実際に半分食べ進めてきました。この状態で、このマヨネーズかけてどのような味にね、変わるのか試してみますね。そういやね、動画のコメントにね、私が辛さに異常に強いっていうことを書いといてくれって言われたんだけど、どうなんだろうね。私の動画を見て大したことないだろうと思って食べてみたら実際にはかなり辛かったとか、どんなことなのかな、あのコメントって。
さて、まあこのように、マヨネーズをかけてみましたんで、ではこの状態で食べていきます。ソースにマヨネーズの相性っていうのがバッチリですよね、基本的には。これも同じような感じです。ソースじゃないや。マヨネーズを入れることによってね、辛さが非常にマイルドになりますけれども、これだったらね、あえてもう初めからマヨネーズ入れといた方がいいかもしれないよ、ほんと。半分量にマヨネーズをかけましたけどね、半分食べてマヨネーズをかけてみたら、マヨネーズが濃いですね。一方でね、お助けマヨネーズって書いてますけれども、ある程度時間を置かないとね、前の辛さの感覚が口の中残ってますから、救済にもならないと思う、本当に。辛さの感覚はマヨネーズかけたけれども、そんなに変わらないかな。ちょっとマイルドになってるかなっていう感じがしますね。だから、初めからマヨネーズをかけて食べた時にどのような味になるのかはちょっとわからないんですけれども。でも、救済措置になってるのかな、これって。いや、まあ、マヨネーズかけてもうまいですよ、これは。単純に、これはあれだな。単純にね、前の辛い焼きそばの方を求めるんだったら、やっぱりマヨネーズはいらないけれども、マヨネーズかけたらかけたでね、結構うまいですね。うん。ということで、ごちそうさまでした。まあね、マヨネーズを足してね、食べてみたら、辛さは確かに抑えられると思う。全体的な味もね、マヨネーズ入れてもやっぱり美味しいのは美味しいですね。辛さがね、マイルドに抑えられるかって言われると、これはどうなんだろう。お助けマヨネーズっていう風に書いてるぐらいだからね、後からマヨネーズをかけて食べるべきだと思って食べてみましたけれどもね。まあ、辛いのを食べ続けた後で、それからマヨネーズを足して食べてもね、辛さの感覚は言うほど変わんないのかなっていう気がしますね。うん。まあ、前回のね、ペヤングの激辛焼きそば、まあ、マヨネーズなしの状態で食べてみて、激甚された方はですね、まあ、一度マヨネーズを初めからかけた状態で、まあ、立ち眺めてみてもいいのかもしれませんけれども、それで本当に辛くなくなるかどうかについては私は保証しませんので、その旨ご了承ください。うん、まあとりあえず久しぶりに堪能させていただきましたということで、シザーションでした。ではまた。やっぱり気持ちのいい辛さだね、これは。